はい、こんにちは、スターチュアエンジンです。今日はですね、マツダがなんか今まで自動運転の技術ってあんまりちょっとね出てこなかったんですけど、実はなんかすごいことやってるらしいということで、この臨海部、におけるプロトタイプの実証実験の車に乗ってきました。まあ臨海部なんですけど、乗った感じは限界部実証実験だったみたいですね。ドライバー以上のため安全なところまで自動で走行し停車します。減速します。停車します。停車しました。ヘルプネットに接続します。車外に出るときは周囲の安全を十分確認してください。停車します。松田の栃岡さんです。前は SIP で一緒に委員会に出てまして、はい、まあ、今日はそういう固い話ではなくて、運転支援か自動運転かっていう話がどうしても出てくるんですけど、今回乗った印象はこれは支援じゃないなと、もっとそれを乗り越えてなんかもう危ないところは全部できる限り車で避けてやろうみたいな、事故をとにかく起こさないためには支援だけじゃダメだみたいなね、支援じゃなかったら自動運転行っちゃうのかって、その2つになっちゃうんですけど、どうもその真ん中に、私昔から言ってるのは、二人羽織で蕎麦を食うと、はい、MX30 は蕎麦屋のカレーライスみたいな味だったんですけど、そうでした、はい、それは意外性っていうんで、で今度もねちょっと意外なのは、人かシステムかじゃなくてそこをもっとオーバーラップして、あるところはシェアドコントロールするんですけど、人がもし意識失ったらシステムが乗り込んできて、事故をアボイダンスする防ぐ、だから支援じゃないなと、だからそういう意味合いで言ったらなんか世界初のレベル4じゃないかなと思ったんですけど、支援という定義とか、レベル4という定義とか僕はそうじゃないところに あるっていう、さっきの、清水さんのおっしゃる方が僕は好きですね、やっぱり型にはめてしまうものじゃないところに今の我々が目指しているとかどうもある、それは人とそれから機械というものがいつも絶妙なバランスをとって安全と走る楽しさを作っている。私たちは今そこに正確な定義がないので、運転支援で高度な運転支援というふうに今日ご提案させていただいてますけれども、おっしゃる通りそこに何かもう少しいいものがあるんじゃないか。二人羽織でいいですかね。二人羽織でいいと思います、で電動化もそうなんだけど、バッテリーかエンジンかじゃなくてやっぱプラグインハイブリッドみたいなのが出てきたし、技術っていろんなものをこう組み合わせていくとその多様性にね驚くんですけど、今年 の日本カーブゼアのテンベスト見てて、シリーズあるでしょ、それで、シリーズハイブリッドプラスみたいなものがあって、未来があってディーゼルがあってフレームがあってね、プラグインハイブリッドがあってアウトランダーね、日本はなんかね電動化技術進みすぎてガラパゴスに見られちゃうんじゃないかなと思ったんで、多分 ADAS も日本が進みすぎて、これは自動運転なんですか運転支援なんですかっていう、つまりレベル2か4かっていう議論になってしまうんですけど、そうじゃないようなもうシェアドコントロール、あるいは二人羽織でそば食べてるような感じだなっていうのがあったんでね、
まさに二輪羽織、うん、はい、だから技術がこれほど多様化すると説明難しいですね。難しいですね、うん、ね、今日みたいなの体感いただいて初めて、うん、あ、そういうことかっていう、うん、いや今日ね誰かがね、なんだ乗れないんだって言ったやついいんだけど、別に乗る必要なくて、うんうん、だってドライバーこうなってるのをそのデモンストレーションしてるんでね、うん、だからやっぱりその交通のユースケースの中でシステムがどこまで手助けしてくれるかですよね、事故予防で、うん、それちょっとね、あの驚きでしたね。あの今回はまだプロトタイプですので、うん、そういったところへの一つの何て言いますか、提案といいますか、まだ探っています我々もというのを、あの乗っていただいたよというふうに思ってます、はい、そうですね、周辺見るために今カメラ12個ぐらいついてるとお話がありましたけど、はい、まあ、2025年に向けてその12個も少し整理しながら、そうですね、あの、はい、もっとシンプルに安く正確に精度の高い認識技術ですねに目指して、あと4年あると思うんですけど、まあ、多分それそういう大きな山にね、まあ、新しい山に登っていくんでしょうけど、うん、なんかこれエンジンのスカイアクティブテクノロジーと同じですね。はい、ね、あの我々もそう思ってますね、はい、これスカイアクティブテクノロジーのファミリーのうちの一つって認識していいんですよね。ですね、なんかあれはパートレーンとボディシャシーだったんですけど、これエイダス系もどうでしょう、うん、これ決まってないんですね、うん、でもね、ボーリングの一番ピン目指すっていう話とそこは一緒です、ね、そこ一緒です。で山の頂上行くんだっていうのは、はい、という思想で言えばスカイアクティブですね、はいはい、そうって言った方が分かりやすいかなと思って。なるほど、はい、うん、あの一番ピンを探し出す、うん、それからそこにそれを理想の形に一旦目標にして、うん、でそこに向かっていく、うん、でその時におっしゃったような二輪羽織が、うん、もしかしたら我々にとってお客様との間の車の理想ではないか、うん、だから今はこの段階ですので、うん、ドライバーが運転できなくなったという極端な状態に助けていく、ね、うん、まあ、今私神奈川工科大学でなんちゃって客員教授やってるんですけど、あの学生に二輪羽織って言ったら通じなかったんであのどうやって言うの、なんか黒いけあの霧をかぶって手が4本出てきてお蕎麦食べるってやつですよね、はい、だ自分の以外の手が出てくるんで、うん、自分がダメになった時に違う手でお蕎麦がこぼれないで食べれると、うんうん、まあ、つまり事故を未然に防げるってことですね、うん、はい、なんかそういうなんかこうイラストレーターかなんか作ってホームページで松田さんが出してくれると二輪羽織で分かりやすいと思うんですけど、はい、なんかそれはもしかしたら海外で、うん、じゃあこの技術を総称すると二輪羽織ダブルマウントウィズフォーアームスとか面白いですね。そうですね、まあ、やっぱり松田っていつもあのユニークといえばユニークなんですけど、でもスカイアクティブでも感じたんですけど、やっぱ物事のなんか一番の本質論に立ち返って、まあ、技術をその生み出して、まあ、社会に入れていく実用化していくっていうメーカーなのかなという印象がすごくあってですね、まあ、ちょっとあの一風変わってるねとは業界の中で言われてても、でも一番本質論かなっていうところもよく分かって、あの感じるんですね、うん、やっぱそれは広島流ですかね。広島流だと思います、ね、あのなんかジャケンノーって言いながらあの会議やってるって誰か言ってましたけどやっぱりあの車を運転したら元気になる、うん、やっぱりそこが私たちの中である、うん、で元気になるっていうのを作り上げるためにはどうしたらいいかと今度は考えるんですね、うん、はい、そうですね、まあ、自分もどんどん高齢化になっていくんで、まあ、いつ免許を返そうかみたいな話をねちらって考えてはいないですけど、でもやがてそういう時が来た時にどういう車を選べばいいんだっていうのはね、うん、結構読者から反応があるので、うん、まあ、25年スカイアクティブテクノロジーのコーパイロット 2.0 これは高齢者にはかなり期待できるんじゃないかなって思いますけど。そうですね、やっぱりあの運転しているときは自分がこうありたいというふうに、うん、あの運転の自分がやりたいことができる、うん、でもちょっとあの苦手な部分ができてきたら、うん、そこは支援で助けてくれる、でもどうしてもこのリスクが近づいたりもう危ないっていうときにはさっと手助けする、そうですね、はい、あの栃岡さんありがとうございます。私個人的にハンズオフは反対で、はい、なぜならばハンドルの手のひらで車のなんか鼓動を感じるんですね、うん、
で一番美味しいところ、うん、人間がもし舌がなくなったら味が分かんなくなるのと一緒で、やっぱハンズオンで車の生き様が感じてね、タイヤと路面との接地感も分かるんで、ハンズオンで楽しさとか安心感というのはやっぱあそこは源流だろうなと思ってるので、まあ、しかもそのハンズオンしながらいろんな自分の健康状態まで見てくるんだったら、これはなんかね 3,40万円ぐらい高くてもね買おうかなって気になりますね。そうですか、はい、まあ、年金も入るし、はい、ということで、あの今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さん2025年自分のね、もしお父さんおじいちゃんおばあちゃんがいたらぜひこのコーパイロット2点ね、なんかね踏み合わせとかいろんな話出てますけど、車まだまだ高度化して知能化して、で完全なこう人間の手を離れた自動じゃなくて、もっと人間にガバッとこう入ってくるような、あの二人羽織的な技術の方向性を示してくれたのがこのマツダのコーパイロットの考え方だと思います。まあ、とりあえず2022年度にコーパイロット 1.0 が出て、その後あのしっかり技術を磨いて25年に 2.0 が出てきますので、まあ、非常に楽しみだと思います。今日はとちおこさんありがとうございました。ありがとうございました。